続いてはワールドリポートです。今朝は新型コロナウイルスの感染拡大が続く中国の最新状況についてお伝えします。中国総局の奥谷隆太記者と電話がつながっています。奥谷さん、おはようございます。はい、おはようございます。奥谷さんは今どちらにいますか？今北京です。北京の中国総局のオフィスから少し離れたところにいます。その北京なんですけども、今どんな状況でしょうか？はい、ここから1000キロほど離れた湖北省の状況はまだかなり大変なんですけれども、北京の感染状況はかなり緩和してきています。昨日発表されたおとといの新たな感染者はゼロで、感染拡大以来初めてのゼロでした。このまま続いてほしいと思います。ここまで抑え込むのに、これまで1ヶ月にわたって徹底した予防対策が行われてきました。人の集まるイベントはすべて中止ですし、市民に対しては団地の1区画ごとに人の出入りをチェックして、その場で体温検査をしています。タクシーは運行しているんですけれども、車内の消毒が義務付けられていまして、ドライバーもちろん全員マスクをしていますし、運転席と後部座席の間にビニールシートを貼っている車もあります。学校もすべてお休みですし、飲食店も9割以上でしょうか、まだ再開していません。会社も多くは通常業務を再開していません。多くの人が家の中に留まっているため、通りには人通りがほとんどなくて、ゴーストタウンのような状況がまだ続いています。近代的なビルが並ぶ幅の広い大通りに人がほとんど歩いていない様子は、まるで映画の一シーンでも見ているかのようです。カフェもレストランもなくて、市民の皆さんも会食に集まるのを避けていますので、非常に単調な日々が続いている感じで、市民の間には精神的なストレスも広がっています。で、問題は今後ですね、このまま経済活動を止めたままにできないので、中国政府は予防対策を徹底しながら徐々に経済活動を再開するよう求めているんですけれども、北京には800万人ぐらいが地方からの労働者なんですけれど、今後企業の再開で人の移動が増えてきますので、このまま感染が低く抑え込まれた状態が続くのか、むしろ今後、正念場だと思います。はい。で、一方で最も深刻な湖北省の方はどんな状況ですか？はい、1日あたりの増え方、増え方は減ってきているんですけれども、まだ600人余り増えていたんですね、1日あたり、直近の数字。はい、入院患者も現時点で3万人ぐらいいて、このうち1万人以上が重症患者なんですね。で、毎日100人ぐらいの死者が出続けています。で、一時期は病院に発病してもいけない、これが重症患者が多い原因になっていたんですけれども、今医療体制の拡充で大きく緩和したようです。武漢だけでですね、なんと全国から3万人以上の医療従事者が派遣されてまして、体育館やホテルを改造した臨時病院なんかも次々作られていまして、臨時病院明日には32箇所にまで増える予定です。で、しかしですね、医療従事者の感染も相次いでいまして、先週にはですね、結婚を間近に控えた29歳の男性医師が妊娠したフィアンセを残して死亡したことが伝えられました。ネット上には哀悼の書き込みが相次いでいるんです。武漢が封鎖されて1ヶ月になるんですけれども、市民は生活の不自由さに加えて、いつまで続くのか先が見えないことで、かなりのストレスを抱えているようです。そうですね、日本の経済にもすでに影響が出ているんですけれども、今後中国経済、これかなり落ち込むことが見込まれてますよね。そうですね、落ち込みは間違いないところです。中国政府は経済の潜在力は巨大で、長期的な発展の勢いは変わらないとしていますけれども、1ヶ月も休業することになった製造業やサービス業の中には、資金繰りが滞るところも出てきそうです。で、不良債権が膨らんで、今後中国経済全体に大きな影響を与える可能性があると指摘する専門家もいます。北京ではですね、今日全人代常務委員会という、中国政府の重要会議が開かれるんですが、ここで、本来来月の5日に開催予定だった1年で最も重要な政治日程、
全人代、つまり全国人民代表大会の延期が決定される見通しなんです、はい、でそれがいつまで延期すると発表されるのか、それによって中国政府は今回の感染拡大がいつ基本的に抑え込めると考えているかが分かると思います。はい、ワールドリポート、今朝は中国総局北京の奥谷隆太記者とつないでお伝えしました。